Video Diary, November the 30th, 2017, by Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan. ビデオ日誌2017年11月30日、林博です。おはようございます。今朝はとても暖かいです。で、今日はブッダ論についてと言いますか、ブッダについて話してみたいと言いますか、このビデオダイアリーが終わりましたら、ブッダ論の動画を皆さんに編集してお届けすることになると思います。いろいろな謎を解いてきましたが、ブッダ、あるいはブッダ論といいますか、ブッダの謎についての謎解きは意外と簡単にできたわけです。で、ポイントは、重要なポイントはいくつかあるわけですけども、その中で特に重要なのはですね、私たちはブッダという時には一人のブッダを考えるわけですけども、実はもう一人ブッダがいたということです。それがといいますか、私たちが知っているブッダというのは、ウィヤルマ・シッダルタ・ゴータマという名前のブッダですよね。私たちが日本で釈迦という時にはそのブッダを言うわけですが、そのシッダルタ・ゴータマのお父さんですね、父親、それがストダーナ・ガウタマです。で、もう一人ブッダがいるというのはですね、私たちが知っているブッダというのは息子の方のシッダールタ・ゴータマということになるわけですが、しかしもう一人のブッダがいる、それがストダーナ・ゴータマということになります。ここが重要なポイントです。つまりブッダは2人いたということです。ここが重要ですから、もう一回繰り返しますね。お父さんのストダーナ・ゴータマ、そして息子のシッダルタ・ゴータマです。この2人がいるわけです。で、どちらが本物のブッダが、あるいはそうでないかということじゃないんですよ。2人いたわけです。つまりお父さんのブッダと息子のブッダと2人いたということです。で、謎が解けたわけです。また2人に分けることによって、それまで悶々としていた謎が解けました。まず第一に解けたのはですね、私たちがブッダ像という時には、2種類のブッダ像があるわけです。一つは、いわゆる苦行中のブッダと言われている、あのガリガリの痩せ細ったブッダですよね。で、なぜそんなに痩せているかということについて、苦行中だから痩せたっていうふうにして一般には説明しているわけです。そしてもう一人のブッダがいるわけですよね。例えばというわけではありませんけども、東京国立博物館に展示してある、例えば釈迦立像などがそうですけども、ふくよかで優しい顔をして、はっきり言えば体つきは女性系ですよね。やや胸が膨らんで、ややお腹が膨らんで、優しい顔を出してぽってりとしたブッダと、2種類あるわけです。ブッダ像にはですよ。なぜ2種類あるかということなんですよね。で、苦行中のブッダイコール父親のストダーナ・ゴータマ、そしてふくよかで優しい顔をした体つきが女性系のブッダが息子のシッダルタ・ゴータマということになるわけです。としたわけですね。こんなこと言うと、今までの説を全部ひっくり返してしまうことになりますから、なかなか皆さん認められないと思いますけども、そう考えることによって謎がスルスルスルっと解けていくわけです。で、ここでは第一に、今頭の中にしっかりと入れておいていただきたいのが、ブッダには2人いたということです。お父さんのストダーナ・ゴータマと息子のシッダルタ・ゴータマということなんですよね。で、話がここから始まるわけです。ダリウス一世、つまりペルシャ帝国の第4番目の王であるダリウス一世がペルセポリスに都を構えてですね、そしてそこにテートを構えるわけですよね。そのダリウス1世が即位したテート・ペルセポリスの碑文の中から2人の名前が出てくるわけです。その名前がフトダナ・ゴータマとセッダ・アルタ・ゴータマなんです。でその碑文というのは紀元前520年に書かれたということが分かっています。ダリウス一世はその年に即位するわけですよね。ですからその紀元前520年という、年号がしっかりと出てきているその碑文の中にベヒスツン語で書かれていたわけですけども、その碑文の中にストダーナ・ゴータマ、ただペルセポリスの碑文の中のゴータマはガウタマじゃなくてガウマタになっています。こうした軽い音の入れ替えというのはもともと音符文字の世界ですからね、いわゆる英語をカタカナにする、カタカナをさらに他の言語にするというようなその操作の中でそうした狂いというのは生じて、これは当然なわけですけども、要するにベヒスツン語で書かれた文章の中にストダナ・ゴータマとそれからセッダ・アルタ・ゴータマが出てくるわけです。でこのセッダ・アルタ・ゴータマは誰かと言いますと、音をよく聞いてくださいね。セッダ・アルタ・セッダ・アルタ・セッダ・アルタ・シッダ・アルタ・シッダ・アルタ・シッダ・アルタとなるわけです。でセッダ・アルタというのは宇宙の真理の解放者という意味が分かっています。つまりペルセポリスの碑文の中から紀元前520年に書かれたと言われているペルセポリスの碑文の中から2人の名前が出てきます。ここが重要ですよ。2人の名前。ストダーナ・ゴータマとセッダールタ・ゴータマです。わかりますか？先ほどブッダのお父さんの名前はストダーナ・ゴータマ、そして息子の名前はシッダールタ・ゴータマだと言いましたね。ネパールでも現に今この時点においても現にお父さんはストダンナ・ガウタマ、息子のブッダと呼んでいる方はシッダルタ・ガウタマと発音しています。ネパールの方ならみんな知っている常識なんですよね。近くにインド料理あるいはネパール料理の店があったら聞いてみてください。私もそうしました。本当に皆さん向こうの方は仏教大切にしてますね。それはいいんですけども、日本人はそれ仏教国だと言いながらも一切そういうことは学校では学びませんからね。ともかくも、その批判はともかくとしてですね、要するに繰り返しになりますけども、お父さんの名前がスダナ・ゴータマ、それから息子の名前がシッダルタ・ゴータマ、そして同じ名前がペルセポリスの碑文の中に書かれていたわけです。それがストダナ・ゴータマとセッダ・アルタ・ゴータマということになるわけです。と言ってもですね、実はですね、さらに調べていくとですね、一応そのことを発表したといいますか、私の情報として入ってきたのはハーヴェイ・クラフト氏が書いた「ブッダ」という本であったわけです。この「ブッダ」という本は連続してアメリカでその両賞、優秀賞を連続して受賞している、大変なんて言いますか、名誉ある評価をされている本なんですよ。ね、そういう本なんですよ。その中にそういったそのつなぎ合わせが出てきたんですけども、実はですね、それ以前から実はストダナ・ゴータマとセッダ・アルタ・ゴータマという名前は分かってたんですよね。がしかし誰もそのブッダの名前とあるいはブッダのお父さんの名前とくっつける人はいなかったわけです。まさかのまさかということでつなげなかったんですよね。がそのつなげたのがハーヴェイ・クラフトという方なんですよね。でその情報が、ある方から私に届けられました。で私はそこでつながったわけですよね。偶然の一致ではありえないわけです。ここが重要ですから、しつこいですけどももう一度繰り返しますね。ペルセポリスの碑文の中に紀元前520年今から2500年前に書かれた碑文の中にストダナ・ゴータマとそれからセッダー・アルタ・ゴータマという名前があった。そして私たちがブッダと呼んでいる方のネパール名はシッダルタ・ゴータマ、それからお父さんがストダナ・ゴータマです。これで一致しましたね。で、調べていくとさらにいろいろと面白いことが分かりました。このストダーナ・ゴータマというのはペルシャのサカ族 SAKA と書いてサカ族の王でした。ここが重要ですね。サカ族の王でした。そして大変位の高いといいますか、最も位の高いマギであったわけです。マギ。マギ。マギ。この名前を覚えてくださいね。マギであったわけです。このマギという名前は少なくとも紀元前500年以前、あるいは紀元前以前には2度しか歴史上に出てこないわけです。2度だけなんですよ。それはイランに残る文献にそれがありました。一度はゾロアスター教の経典の中にマギという言葉が出てくるわけです。そしてもう一つは先ほど言いましたペルセポリスの碑文の中にその名前が出てくるわけです。そしてストダーナ・ゴータマはマギであると書いてあるわけです。ここが重要なんですよ。いいですか？ストダーナ・ゴータマはマギである。スターゲイザー、つまり星見る人、つまり星うならいし、つまり神と会話をする人という意味なんですね。神と会話をするということです。すなわち、ストダーナ・ゴータマは大変神に近い、人ではあったけども、神ではなかったんですよね。半信半人だったかもしれません。しかし、神ではなかった。しかし、神と話をする人という意味で、マギという称号を与えられていました。マギです。で、マギというのは、例えば今ね、マジックとかマジシャンとか、魔法という言葉で使いますよね。いわゆる魔法を使う人という意味なんですよね。その語源にもなった言葉ですけども、マギだったんです。マギなんですよ。ちょっと覚えておいてくださいね。ストダーナ・ゴータマはマギでした。つまり、ペルシャの最高位の神官であったということになるわけです。当然、ペルシャの王として、王を継ぐ立場にあったわけですね。そういうお父さんであったわけです。すなわち、ストダーナ・ゴータマイコールマギ。そのストダーナ・ゴータマイコールマギは、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、すなわちセッダ・アルタ・ゴータマのお父さんであったわけです。こうしてつながっていくわけですね。で、先ほどマギという言葉を使いましたけども、私たちがよく聞くゾロアスター教というのがありますね。ゾロアスター教。あるいはアフラマズダを立てて、一神教にまとめ上げた宗教のということになるわけです。当時いっぱい神様いたんでしょうね。そうじゃいけないということで、最も知恵ある神ということでアフラ・マズダーという名前が生まれて、そのアフラ・マズダーを立ててゾロアスター教が生まれるわけです。そのゾロアスター教というのは、もともとはマギ教と呼ばれていたんですよね。マギ教、ここが重要なんですね。マギ教だったんですよ。がゾロアスターという神と人間の間でうごめく、例によって例のごとく操り人形、いわゆる宗教考えですね。それが広めるわけです。だからゾロアスター教という名前になったわけですよね。じゃあそのアフラマズダーとは誰かと言いますと、流れからすると当然アヌ王ということになるわけですけども、実際にはその当時2人の神と言いますかね、主神はマルトックです。もうマルトックというのは紀元前、1000年ぐらいからもう地球の支配者ということになっていたわけですね。で、もう一人はアナヒータです。アナヒータというのは、女神ということになるわけですけども、この女神が実際には実権を握っていたものと私は思います。というのは、マルドックはゾロアスター教を作るような立場ではなかったんじゃないかと思う。それは私の推測ですけども、その話はちょっと横に置いといてください。ともかくも、ゾロアスター教のことはもともとはマギ教。それがマニ教になり、マイトレイヤーになり、そして密教となってチベットに生き残り、そしてそれを玄奘三蔵が長安に伝えて、そこへ空海が行って日本へ持ち帰るというふうにつながっていくわけです。マギ教だったんですね。だからそのゾロアスター教の経典の中にマギが出てくるわけです。で、話を戻しますと、先ほどのストダーナ・ゴータマというのが実はマギだったわけです。いわゆる最高位の神官だったんですね。ひょっとしたらストダーナ・ゴータマの方がゾロアスターよりも位が上だったかもしれない。あるいはゾロアスターがマギだったかもしれない。となりますと、マギというのは固有名詞ですから、一般名詞ではないんですよね。というのは、紀元前には2度しか出てきてませんから。ですから、これはこの、出てきてませんからね、いわゆる固有名詞であったと考えますと、ゾロアスターがザラスターの別名ザラスストラというんですけども、そのゾロアスターがストラナ・ゴータマになったところでおかしくないわけですよね。名前が違うじゃないかというふうにおっしゃるかもしれませんけども、もともと神々には名前はなかったんですよ。名前で呼ぶような、そういう親しい関係ではなかったんですよね。ですから、それぞれの地域でそれぞれの人間がですね、神の適当に言ってますか、名前を付けて呼ぶということは、これは当時は当たり前のことだったんですよね。神々が人間なんかに自己紹介して、私はゾロアスターだなんていうことはないんですからね。あるいは別のところ行って、私はザラスストラだ。あるいは別のところ行って、私はストドアナだ。なんてね、そんなこと語る必要ないわけなんですよ。もう差がありすぎますからね。要するに、神々の世界においては、名前はなかったイコール、名前があちこちで違うということは、その人、神はですね、神なんですよね。イナンナがイシタールになり、マリになり、マリアになったりというふうに、いろいろ名前を変えるように、変えるということは変えているわけじゃないんですよね。人間の側の方が勝手に呼び名を変えているということになるわけです。ともかく話はちょっとそれましたけども、ストダーナ・ゴフタマという人は、サカ族なんですよ、ペルシャの王だったわけですよ。王様ですよ。そしてしかもマギであったんですよね。当然、ペルシャの帝国の帝王の地位を継ぐ立場にあったんですけども、どういうわけだか、ストダーナ・ゴータマは位につかないわけです。で、先ほど、ダリウス一世ですよね。ペルシャ帝国第4世の帝王ということになるわけです。でも、第1番目がキュルスです。キュルス2世ですね。バビロンを攻略して、ペルシャ帝国を支配します。その息子がカンビュセス2世ですよね。これは大変な暴君として知られています。カリギュラ、あるいは、16世紀ですか、メアリーですね、ブラディ・メアリーと呼ばれたメアリー女王ですね、もうこの3人は歴史に残る暴君で知られています。大変な虐殺事件も起こしています。その一人が、そのキュルス2世の息子のカンビュセス2世であったわけです。そして、カンビュセス2世がですね、そのペルシャ帝国の帝王になった後にですね、最後に残るのはエジプトだということでエジプト遠征に行くわけです。そして帰りに死ぬんですよね。で、その死んだのが、私は暗殺だと考えています。誰が暗殺したかでしょ？誰が暗殺したかですわね。それがダリウス一世だと。これは私の説ではなくて、そのような説もあるということなんですけども、ダリウス一世はその時、カンビュセス二世の槍持ちをしておりました。そして自分が位につきたいがためにですね、カンビュセス2世を殺して、そして位につくわけですけども、そうしますと、ダリウス1世は、ペルシャ帝国では第3世ということになりますよね。数が合わないんですよ。1世がキュルス2世、2世がカンビュセス2世、そしてダリウス1世は、第4世ですからね。じゃあ3世は誰かと言いますと、そこに登場するのは私はストダーナだと思います。ですから、ダリウス1世はですね、4世のダリウス1世、ややこしいですね。ダリウスはですね、形の上ではストダーナ・ゴータマを反逆者として追い出して、そして、自ら位につくわけです。その追い出す理由もいろいろありますけども、それは私の動画をゆっくりとご覧になってください。あまりごちゃごちゃしてもね、皆さんの頭は混乱するだけですから、ここで覚えておいていただきたいポイントは一つなんですよ。要するにストダーナ・ゴータマという人はですね、ペルシャでも最高位の位にあった、サカ族の王であった。ですから当然、キュルス、それからカンビュセスの後について、ペルシャ帝国の王になってもおかしくない立場だったんですよね。が、ダリウスがですね、頭のいい賢いと言いますか、ずる賢い男だったんでしょうね。まず、神ビセスを倒し、そしてソダナを追い出して、そして自らが位についた。それがペルセポリスの碑文ということになるわけです。ですからペルセポリスの碑文の中では当然のことながらソダナ・ゴータマのことを悪く書いていますよね。悪く書くことによって自分が正しいんだということを主張して書いてあるわけですから、当然のことですね。独裁者もそのような手法を取りますよね。要するにそういうことなんですけども、その時にストダナが追い出されるわけですよ。その時にどこへ逃げたかというと、現在のネパールへ逃げたと。流れからするとこれは当然のことだと思いますよね。で、その時に息子のセダールタも逃げていくわけです。で、マヤンはどこにいたかと言いますと、当然ペルシャにいたわけですよね。そのこともこの動画の中で説明していますから、どうか興味のある方は見てください。で、マヤンは人間だったんですよね。ですから、ストダナ・ゴータマは、半神半人ですよね。神ではなかったんですよ。神はマルドゥクであり、アナヒーターであり、そして息子のミトラであったわけです。ですから、神ではないんですよね。神ではない。あるいはミトライコールマルドゥクだった可能性もありますけども、それは今日のポイントではありません。要するに、そこで、ストダナ・ゴータマとマヤンとの間に生まれたのが、シッダルタ・ゴータマ、すなわちブッダということになるわけです。こうして話がつながっていくわけですね。となると、仏教と言っていますけども、その仏教を起こしたのは誰かということになりますと、ブッダではないということになるんですよね。お父さんのストダナ・ゴータマということになるわけです。その証拠に、あの苦行中のブッダの台座を見ていてください。その台座にはゾロアスター教の神事が彫り込まれています。by 林博発見ですよ。苦行中のブッダがどうして台座にゾロアスター教の神事の様子を描くんですかというようなことも、この動画の中で、ちょうど見ていただいている動画の中で説明していますから、興味のある方はまたご覧ください。詳しくそのあたりを丁寧に説明しています。で、私たちが知っている苦行中のブッダという像がそこからできているわけです。となると、苦行中のブッダと言われているあのブッダはストダーナ・ゴータマということになるわけです。つまり、お父さんのストダーナ・ゴータマということになるわけですね。そして、ふくよかで、ぽってりと女性系の体をしている人が、私たちがブッダと呼んでいるシッダルタ・ゴータマ、すなわちペルシャ名セダ・アルタ・ゴータマ、すなわちブッダということになるわけです。じゃあ、お母さんのマヤンはどこにいたかと言いますと、ペルシャですよね。当然もう、ペルシャの碑文の中に、セダ・アルタ・ゴータマという名前があるわけですから。ついでながら、ヘロドトスという、世界で初めてギリシャでですよ、歴史という本を書いた、歴史の父と呼ばれている歴史家がいましたよね。あのヘロドトスの歴史の中にも2人の名前が出てくるんですよ。そして話のストーリーも全く同じなんですね。で、一般にはヘロドトスの歴史という本は、ヘロドトスがペルセポリスの碑文を参考にして書いたものだと言われています。ひょっとしたらそうでない可能性もありますけどもね、そこまで話を広げますとごちゃごちゃになりますから、ちょっと今日は端折っておきますね。要するに、そういう形で裏付けがなされているということなんです。ペルセポリスのね。で、マヤンは当然ペルシャにいたことになります。人間ですよね。で、人間と、巨人に近いストダナ・ゴータマと間にブッダが生まれるわけですから、ストダナ・ゴータマがすでに2分の1のハイブリッドですから、ブッダは4分の1ハイブリッドということになるわけです。計算の上ではね。で、ブッダは人間、マヤンとの間に生まれてますから、人間と考えていいわけですよね。だから、ブッダはこの地上で人間としてこの世を去るということになるわけです。ブッダという人はそういう人なんですよね。となると、なぜストダナ・ゴータマ、お父さんはですね、その力もあったのにもかかわらず、サガ族の王を捨てて、そしてダリウスに追われるまま、ネパールへ逃げていったかということなんですよね。戦えば戦えたんですけどもね。そこにストダナ・ゴータマの哲学があるわけです。非暴力主義、平和主義、平等主義というその後のブッダに通ずる哲学を持っていた。すなわち逆に言いますと、私たちが仏教と呼んでいるブッダの教えというのは実はお父さんの教えであったということになるわけです。そしてその教えを引き継いで息子のシッダルタ・ゴータマ、ペルシャ名セダルタ・ゴータマが広めるわけですよね。そして先ほど言いましたように平和主義、平等主義、友愛ですよね。そういったものを広げていくわけです。ですからそんなね、見苦しい人間と戦うなら嫌だよ、戦争なんかまでしてね、位なんかつきたくないよという形で、私はブッダというのはブッダのお父さんね、セダルタ・ゴータマ、それからシッダルタ・ゴータマは今のネパールへ逃げて、自ら逃げていったと思います。決してダリウスに追われていくわけではなくてね、くだらないよ、そんなに権力が欲しかったらお前たちにあげるよという感じで、それを悟ったといいますか、超越してネパールへ来た。その哲学が今の仏教に面々と言いますかね、面々と言ったら失礼ですね、要するに引き継がれているということになります。これが私林博が説くブッダ二人論、そしてブッダペルシャ出身論だから、ブッダは目が青くてっていう、そのいろんなそのペルシャ人の特徴を兼ね備えていたわけです。それは32総教の方で詳しく説明しましたが、しかしいくつか問題が出てくるわけです。じゃあブッダのお父さんストダナ・ゴータマは誰を信奉していたかということなんですよね。さあそこでヒントがあるわけです。円頭印象が出てきましたね。そしてその円頭印象には先ほど言いましたキュルス2世と、それからカンビュセス2世と名前と一緒にですね、実はマルドゥックが出てくるわけです。つまりキュルス2世も、それからその次の息子の暴君であったカンビュセス2世もマルドゥックを信仰していたんですね。マルドゥックです。そして第4世と言われているペルセポリスのダリウス1世はアフラマズダを建てて、アフラマズダを信仰していたんですね。皆さん楽しいでしょう。そして世界最古のアフラマズダのレリーフはペルセポリスに残ってるんですよ。ということはダリウスはですね、アフラマズダを信仰していた。こうしてつながっていくわけです。そしてラーイコールマルドゥックということは、ゼカリア・シッチンが地球年代記の中で明かしています。地球年代記というのはペルシャに残る年度版を解読してシッチンが解読したものです。ラーイコールマルドゥック、マルドゥックイコールラーということになってくるわけです。そうでしょ。キュルス2世もカンビュセス2世もマルドゥックを信仰していた。そして4世のダリウスはアフラマズダを信仰していた。そしてゼカリア・シッチンの訳した年度版の中にはラーイコールマルドゥックと出てくるわけです。これでピンとビンゴでつながりましたね。こうして謎が解けていったわけです。となると第3世と目されていいはずのストダナ・ゴータマは誰を信仰していたか、それは先ほど言いましたように苦行中のブッダの台座を見ればわかるわけです。台座の下にはですね、横にはですね、なんとゾロアスター教の神事の様子が、松明を焚いてですね、神事の様子が描かれています。すなわちストダナ・ゴータマは言うまでもなくゾロアスター教の信者であったということになるわけです。こうしてつながっていくんですね。ブッダのお父さんがストダナ・ゴータマ、そのストダナ・ゴータマの台座にはゾロアスター教の神事がほじ込まれている。そして第1世、ペルシャ王の第1世、第2世、そして第4世はゾロアスター教、すなわちマルドゥック教イコールラーを信仰していた。当然第3世のストダナ・ゴータマもその流れの中にありますから、ラーイコールマルドゥックを信仰していたことになるわけです。アフラーマザーです。アフラーも分かりますね。ラーなんですよ。それからアラーフのラーもラーなんですよ。そしてエジプトの神最高神ラーもラーなんですね。皆一人の神マルドクであったわけです。でマルドクは当時の主神でした。そのことはギルガメッシュ物語にも出てきます。ラーが神の主神、マルドクが主神でした。ギルガメッシュ物語の中に出てきます。ラーはエジプトの主神ですからね、最高神ですから、今日はそこまで、そのエジプトの神についてはそこまでにしておきます。こうして神々が一つにつながっていきます。つまりブッダのお父さんがストダナ・ゴータマ、そのストダナ・ゴータマはマルドクを信仰していたということになるわけです。そのマルドクが現在の、ディオニソースになるわけですけどもね、そのお父さんが延期、つまりプロメテウスとつながっていくわけです。そしてその流れが現在のフリーメイソン、あるいはイルミナティから自由の像へとつながって、イナネシュタール一派とは、対立関係になるわけですけどもね、マルドクだったんですね。神です。ギリシャ彫刻ではディオニソースで表現されています。そしてアポロイコール、ミトラということにもなっていくわけですけどもね、それについても今日のポイントじゃありませんから、今日はストダナ・ゴータマに焦点を絞って当てて考えますと、こうしてストダナ・ゴータマとセッダールタ・ゴータマがつながっていくということです。考えてみれば簡単な構図なんですよね。ですからもう2年ほど前でしたかね、私はブッダについてはなんだって感じでね、謎が解けました。それ以後も調べれば調べるほどその補強証拠はいくらでも出てきますけどね。ですからますます私は確信するようになったわけですけども、ブッダについての謎はそれで簡単に解けたということです。がここで重要なポイントが一つあるんですよ。ペルシャのサカ族、それがネパールに入って翻訳されて私たちがシャカ族という言葉に置き換わったということです。ペルシャのサカ族の王がストダナ・ゴータマでした。そしてネパールではシャカ族というふうに表現されています。ネパールでもシャカというみたいですね。ネパール人の人がそう教えてくれました。発音が同じなんですよね。その発音もこの動画の中で示してありますから、興味のある方は見てください。つまりですね、ブッダのお父さんはネパールなんてちっぽけな地方の王ではなかったんです。またそんなはずはないんですね。ペルシャの王だったんですよ、皆さん。そしてマギだったんですよ。最高位のマギだったんですよ。ね。で、ここで一つ問題が出てくるんですよね。ずっと話500年下りますけども、ちょうど西暦0年頃にですね、イエス・キリストが生まれて3人のマギ、賢者、博士が少女解体で解体したマリアのところをやってきて、三賢者ということでイエス降誕を祝うわけです。このマギなんですね。3人のマギの3という数字は調べていましたけども、本当は1人だったそうですね。贈り物が3つあったから3人ということになってしまったようですけども、贈り物が3つあったからといって3人とは限りませんよね。聖書の中には 3つ贈り物があったイコール3人というふうに拡大解釈したわけですけども、その時にマギがイエス降誕の時に駆けつけたというんですけども、それはありえませんよね。間に500年という年月が流れてますからね。ですからそれは作り話です。もっと言えばミトラが誕生した時に母アナヒーターが処女解体によってミトラが生まれた時にマギがやってきてミトラの誕生を祝うわけです。当然ですよね。ドラスター教の主神アナヒーターですから、その間から天から授かったミトラが処女解体で、妊娠して出産したわけではありませんよ。神々の世界では妊娠、出産、セックスなんてことはありえませんからね。で、その時にマギ、すなわちストダナ・ゴータマがミトラのところに来て祝ってるんですよ。わかりますか？アナヒーターが処女解体してミトラを産んだ時にマギ、すなわちストダナ・ゴータマがですね、ミトラの誕生を祝ってるわけです。そのミトラが起こしたのがミトラ教、すなわち密教ということになるわけです。それがチベットへ入って、そして密教化して、その徹底的に弾圧されますからね。特に4世紀にですね、キリスト教、チャーチ・オブ・ローマがローマの国教となると同時にミトラ教は徹底的に弾圧されて消えてしまうんですよね、ほとんど。がしかしチベットに山奥に残るわけです。密教ですね。密令、密教ですね。でそれを玄奘三蔵がチベットまで行って持って帰ってくるわけです。そしてそこへ長安行くわけです。そこへちょうどたまたま智通というのがね、日本から来ていて二番弟子になるんですけどもね、それが一度日本へ戻ってくるんですけども、その後をたどって空海がその後長安へ行って密教を日本へ持ち帰って金剛無事を建立するわけです。こういう流れになって密教というのは現在日本に伝わっているわけですよね。それも今日のポイントではありませんから、またゆっくり言ってみますか。他の私の動画を見てください。全部証明しましたよ。林博士は漏れなく証明しましたよ。なんてね、自慢話ですけどもすいません。要するにそこで重要なことはストダナ・ゴータマと密教の原点であるミトラ教の接点が生まれるということです。ミトラ教すなわち弥勒菩薩教なんですよ皆さん。ミトラ教というと分かりにくいですけど、弥勒菩薩教なんですよ。弥勒菩薩教なんですよ。弥勒っていうのは当て字なんですよ、弥勒の。そして弥勒菩薩とそこでストダナ・ゴータマすなわち仏教の創始者との接点があるんですね。壮大なドラマでしょ。すなわちだから現在の今でも弥勒菩薩と仏教の仏様ブッダとは一緒に並んで祀るということがこの日本でも普通になされていますよね。それはその通りなんですよ。もともと源流の原点は同じですから、私たちが観音様って言った方が分かりやすいかな。あれが弥勒菩薩と弥勒菩薩教の原点なんですよ。観音像ですよ。頭にフリジア帽をかぶってね、優しいおもたちのあれ、あの方は男ですよ。胸がやや膨らんでいるっていうか、観音菩薩は男ですからね。皆さんそこは間違えないでくださいよ。なんとなく日本ではね、観音様というと女の方、女性系女神だって思ってる方多いでしょうけども、観音菩薩というのは男なんですよ。はっきり言えばミトラという神はですね、大変女性っぽい優しい顔の、日本の中宮寺のあの弥勒菩薩像に通ずる顔をおもたちをしていたわけですよね。それも今日のポイントではありませんから、へいってな感じで聞いておいてくださって結構です。こうして弥勒菩薩教と仏教の接点が、実はアナヒーターの誕生の時にミトラを設けた時に、そこへブッダのお父さんであるストダナがやってきて、そのミトラの誕生を祝っているわけです。そうしたストーリーを全部、パクったのが後のキリスト教ということになるわけですけどもね、それも今日のポイントではありません。つまり仏教と弥勒菩薩教との接点が実はそこにあるということ、こうして考えていきますと、全ての宗教は一つであるということになってくるわけです。どっちが上か下かというと、やはりミトラ教の方が上でしょうね、仏教よりも。だってアナヒータの諸女海底で生まれたのがミトラですから、トルコのルキアでね。ですからペルシャにいたストナゴータマがちょっと遠出してね、ルキアまで行ってミトラの誕生を祝ったということは、ストダナ・ゴータマの方が崇め立てまつる立場なんですよね。それもそのはずなんですよ。ストダナ・ゴータマは神ではありませんでしたから、半信半疑のデミゴトだったと私は考えています。ですからその息子がセッダールタ・ゴータマ、すなわちストダナ・ゴータマと人間との間に生まれた子供がセッダールタ・ゴータマです。すなわちシッダールタ・ゴータマ、すなわちブッダということになりますからね。ですから立場的には弥勒菩薩を広めたミトラの方が上だったということになるわけです。ですから本来ならば弥勒菩薩とブッダの仏像とは並べて建てるのであれば、当然中央に弥勒菩薩像を置いて、そしてその横にブッダ像を置くべきということになるわけです。そんな上下関係あんまり考えなくてもいいわけですけどもね、そういうことになるわけですけども、そういうことも考えられると言いますか、考えられるというか空想的に考えられるんじゃなくてね、常識的に考えられるということですよ。要するにそういうことなんですよ。こうして神と、ブタのお父さんストナルゴータマは神ですからね、半信半人ですから、そのストナルゴータマが信仰していたのがゾロアスター教、すなわちマギ教、すなわち弥勒菩薩教ということになるわけです。その弥勒菩薩教の流れを組むのが穴引いた、そしてミトラとつながっていくわけです。こうして世界の神々が一つにまとまるということですね。そしていろんな神々がいますけども、大体神々が2人立つということ自体がもう喧嘩のもとなんですよね。こんなちっぽけな地球ですぐ喧嘩になりますよ。実際今喧嘩してるわけですけどもね面白いことにね。はい、いいんですけども、その話はまた今度別のところにしますけども、もう随分してきましたけどもね、私の動画を長くご覧になってくださってる方はもう林博士の話みんな知ってらなんてね思われるかもしれませんけども、こうして辻褄が合い、それを補強する事実が次々と出てきて、私は皆さんにこのようにしてご覧いただいているわけです。今日のポイントは、つまりはブッダというのは2人いたということです。私たちがブッダと呼んでいるのはシッダルタ・ゴータマということになっています。息子の方ですね。しかしお父さんのストダナ・ゴータマの方こそが実は仏教においては主神であったわけですね。がしかしお父さんですからね、息子が頑張ってやってくれるならいいよ、俺のものはみんな息子にあげるよ、お前頑張れよと言って渡した可能性もありますよね。それは親になってみるとその気持ちはわかると思いますよ。はい、要するにそうして仏教というのは広がっていったわけであります。でそのストダナ・ゴータマは最初の話に戻りますけども、ペルセポリスの碑文の中にすでにその名前が出てきています。そしてと同時にセッダールタ・ゴータマの名前も出てきています。ただマヤンの名前は出てきてません。人間ですからね、書くまでもないというふうに当時の人が判断したのかもしれません。こうしてブッダの出身、ブッダはどこから来たのか、ブッダは誰なのか、そしてブッダは何なのかということがこれでわかるわけです。で最後に一言、ブッダが説いたのは自由論です。自らによるという自由論です。そしてミトラからマルトクですね、後のフリーメイソンへと流れていくあの流れも自由論なんです。どうして自由を解く神が2人いたかってでしょ。簡単なんですよ。ブッダが説いた自由論というのは己の欲望からの解放を言ったわけです。ここが重要ですよ。人間というのは己の欲望の奴隷にしかない過ぎないわけですね。皆さんが今生きてる、頑張ってる、いろんなことしてる、全てはその原点にあるのは欲望だということです。その欲望の奴隷に過ぎないということです。その内面世界にある心の欲望の奴隷と戦いなさいよと、それと解放して初めて人間は自由になれるんですよという自由なんですね。ですから自由というのはもともとは自らによるという意味なんですね。つまりブッダのお父さんストダナ・ゴータマが説いたのは欲望からの解放、それが自由なんですよというふうに説いたわけです。一方ミトラからマルトクから、フランス革命を経て、そして現代に至るフリーメイソン、イルミナティの考え方というのは行動の自由、言論の自由、思想の自由を言うわけです。つまり外面世界から抑圧するものに対して行動の自由、思想の自由を求めていくのが自由論ということになるわけです。つまり私たちが言う自由というのはこの2つが一組になって初めて真の自由ということになるわけです。林博士説ですよ。つまりブッダが説く自由というのは自らの内面世界における欲望からの解放、つまり私たちはその欲望の奴隷でしかないということなんですね。そして一方私たちは自由を求めている、それは行動の自由、思想の自由、そして言論の自由も含まれますでしょうし、私は自由なんだという時の自由思想ですね。外面世界に向かっての人間としての自由、そしてブッダの説く内面世界の自由、この2つが一つに合わさって私たちは真の自由論となれるわけです。ですから私たちはみんな簡単に言うでしょ。日本人は自由だ自由だなんてね、あなたも言ってるでしょ。どこ行くのも自由だ、職業選択の自由もある、頑張れば何でもできる、自由だ自由だ自由だと言ってるかもしれませんけども、もう一つ忘れていけないのが欲望からの、煩悩からの解放、それが実はもう一つの両輪の輪のもう片方の輪だということです。繰り返しますが、2つの輪が1組で自由ということですよ。外に向かって行動自由、行動の自由、思想の自由、それが自由ですよね。もう一つは内面の煩悩、欲望からの解放。それはシェイクスピアもその同じことを説いてますよね。だってシェイクスピアだって1500年後のイエスの申し子ですからね、1600年後のね、同じことを言ってるんですよ。みんな神々が同じことを言ってるんですよ。そこに気がつくと、神々のテーマといいますかね、我々の人間に対する思想というものが感受できるということになるわけです。それはともかくも、それも今日のポイントじゃありませんのでね、あちこちポン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 話が飛びやすいんですよね。そういうふうに言いますと、また皆さん混乱なさいますから、簡単に言えば、繰り返しますけども、私は自由だ自由だ自由だと言っても、それは確かに自由でしょう。しかし本当に自由かというと、もう一方の和の方の自由も考えなければいけないということですね。あなたは今日も生きてる、生きていく。その時にあなたは真に自分は欲望から解放されているというふうに自信を持って言えますか？あれが欲しい、これが欲しい、もっと有名になりたい、もっと地位が欲しい、もっと金が欲しい、ねえ、いろんなことしたい、はい、車が欲しい、家も欲しい、結婚もしたい、名誉も地位もみんな欲しい、メダルも取ってきたい。その原点にあるのが欲望だということです。つまり私たちは欲望の奴隷として、つまりは動かされているに過ぎないということですね。はい。ですからこの2つを合わせてワンペアだということです。なわち話戻しますけども、一方で神は行動の自由、思想の自由を説いた。そして一方で内面世界の自由を説いたということです。その内面世界の自由を説いたのがブッダということになるわけです。ブッダというよりもストダナゴータマ、ブッダのお父さんということになるわけですね。そのストダナゴータマとマヤンとの間に生まれたのがシッタルタゴータマ、すなわちペルシャ名セッタアルタガウタマということになるわけです。宇宙の真理の解放者ということです。ブッダ二人論、バイハヤシヒロシ説ですけども、そういう視点でもう一度皆さんブッダについて考えてみてくださいと同時に、今日の皆さんのテーマというかね、そんな失礼なことを申し上げて失礼なんですけども、私たちは真に自由なのかということを、今日一日もしよろしかったら考えてみてください。あなたは本当に自由人であるということができますか？ということで、今日のビデオ代理を終わります。で、このビデオについてはですね、2452だったかなの方で発表してますので、どうかそちらをご覧になってください。ちょうど今表が出てますけども、左がペルセポリスの碑文に出てきた名前、右がルンビニ、ネパールにで呼ばれている発音ですよね。左の方は何て発音してるか分かりませんけども、右の方の発音もネパール人が読んでいる発音を収録しておきましたので、興味のある方はご覧になってください。ちょうど今そのネパールの方にね、発音していただいているところですけども、発音していただいています。で、今日のビデオ代理はこれで終わります。では今日も一日良い一日をお過ごしください。Bye for now.